もう今はね、結婚されて、その人も。あ、そうなんだ。幸せになってます、ね。お忙しくならなて。東京からちょっと離れちゃったんで、なかなか来れなくなっちゃったんですけど。<laughs> <あ> <laughs> ファンの、ファンの一人の人生見届けてるじゃん。<laughs> いや、だか俺の、書けましたもん。保証人のやつ、結婚の。ええーうん。マジでそ,その、旦那さんも、 うん,なんまあなんか、まあ、ちょ、直接ではないけど、その、俺のこと知ってる。浜男子浜男子別に俺のファンとかじゃないんですけど。<laughs> その、うん。僕配信やってたんですよ、もともと昔。配信アプリやってて。ライブ。はい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 。そこ、そこの、で、にその子もみ、ずっと見てたから。うんうんうん。で、そこにたまに来てくれてた人が旦那さんなんですけど。へー。 じゃあ、ハマちゃん、ハマキューピットだね、はい。そう、キューピットっすね、マジで。マジキューピットっす。あれ待って、ハマ、待ってごめん。ハマキューピットって、ローカルローカルえ嘘。ほんと知らない二人とも知らないハマキューピットって知らないああ、CM か。そう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 。あの、お花をね、 電話で届けられるっていうサービス、ハマキューピット。え、ハマキューピットなえ花だったっけハ花キューピットな